なんとシャンデリアを扱っているお店ワッツさんに来ちゃいました。私実はですね、私の夢の一つにシャンデリアデザイナーというのがありまして、皆さんシャンデリアご存知ですか？部屋の天井に飾ってある電気なんですけども、まだね専門的なちょっと知識はないので、今日実際にシャンデリアを見てシャンデリアについてもっと思いを馳せられたらなと、私のシャンデリアデザイナーへのデビューの第一歩となるので頑張っていきたいと思います。この傘のデザインとどっちも入っている感じですね。こちらなんとワンデリアです。すごいですよ。どういうこと？すごい、こういう色好みだわ。すごいよ、この傘のところのひらひらのレースの部分もうかなり可愛いリボンが使われていますね。なんかシャンデリアといえばやっぱこうクリスタルのところに目が行きがちかもしれないんですけど、こういう布製の傘があることによってこう布もですね、私裁縫も興味があるじゃないですか。そういうのを考えるとこう布とシャンデリアの融合された可能性、かなりこれからも広がりがあるんじゃないかなと思いますね。そしてこの大きな2つのシャンデリア、もうこれでもかというぐらいにですねクリスタルが入っています。いやすごいですよ、これ数えられないぐらいのもので包まれていて、欲しい。ここシャンデリアのお店ということなんですけど、どれぐらいからやられてるんですか？もう40年ぐらいかな。そうなんですね。これ全部我々が作ってるんです。全部作ってるんですか？作ってる。すごい。デザインが、まあ、あのお店でなければお好きなデザインをちょっと描いて、漫画でも描いていただければ、そこから煮詰めていってで作るという。じゃあちょっとデザインを描いていきましょう。こういう上のところがあって、そうだな、さっきのなんか丸い感じのがねすごい綺麗だったんですよね。だからこういう丸いガラスのようなやつがちょっとあるとして、日本の春の感じといえば桜の感じがあるんで、ちょっとこの桜がね透けるようなデザインのやつとかいいんじゃないかなって思うんですよね。でそうだな、私がデザインした桜の木をイメージした桜シャンデリアです。ではちょっとこちらのデザイナーさんがいらっしゃったということで、大変おこがましいんですけども、シャンデリアデザイナーを目指している得意のですね、ちょっと今日のインスピレーションを受けて描いたデザインをちょっと見ていただけるということなので見ていただこうかなと思います。すいません、ちょっとよろしくお願いします。お忙しいところすみません。こちらです。すごい。ですね、あちらのこう丸いガラスに包まれているのがすごく素敵だなと思ったので、ちょっとそれにこの春のちょっと桜をイメージした感じのができたらなというイメージでちょっとこういうのを描いてみたんですけど、もしよかったらプロの目線でちょっとアドバイスいただけたりとかしますか？いや、これ実際にあの形にして作ってみたらいいと思いますよ。はい、すごく面白いですね。ここまで面白いのはあまり見たことがないですね。本当ですか？ありがとうございます。お忙しいところありがとうございます。はい、ということでシャンデリアのお店をこう見学させてもらった、かつ
デザインを変えたらなんとプロのデザイナーさんにちょっとね見ていただくっていうね大サプライズだったんですけども、いやでもちょっと伸びしろがあると言われてちょっと本気になっちゃいますよ。ちょっとねシャンデリアデザイナーマジで目指したいと思うので、ぜひうちのシャンデリアを作ってくれという方がいましたらですねコメントまでよろしくお願いします。そしてこの動画が面白いと思った人はグッドボタンを押したりチャンネル登録よろしくお願いします。